はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ちょっとですね、もしかしたら賛否があるかもしれない発言をさせていただきたいかなというふうに思ってて、今まで僕、野球を長いことやってきてましてね、まあ、うまくいく選手であったりとか、逆にうまくいかない選手、まあ僕のようにね、まあ、クビになった選手がね、まあたくさん見てきたんですけども、実際ね、その、技術とか、まあいろいろあるじゃないですか。まあうまくいかない要因っていうのがあると思うんですけども、僕は、技術ね、もちろん大事ですよ。大事ですけど、まあ気持ちの部分とかっていうのも非常に大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、じゃあなんでこの話題に関して今日話すかっていうとですね、昨日、まあジャイアンツ阪神にね、まあ勝ったと思うんですが、まあその、安倍監督の発言ですね。まあ、門脇選手に向けて言ってると思うんですけども、まあ、チャンスで、まあ、受け身になってるというか、まあ、ヒーローになりたくないように見えるみたいな、悲壮感が漂ってるみたいなことを、まあね、あの、試合後のミーティングで、ミーティングじゃないか、あの、コメントか、でおっしゃってたと思うんですけども、まあ、それを見てですね、なんかその、ピンときましてね、ちょっと今日はこういう話題をしたい、お話していきたいなって思ってて、じゃあどういうことやねんと、小山お前が言いたいことは何やねんっていうところなんですけども、やはり、開き直れる選手とか、まあその、なんて言うんだろう、二面性を持ってる選手っていうのは僕は非常にうまくいく可能性が高いんじゃないかなというふうに思ってて、一概にですね、どっちかに偏りすぎても僕は良くないと思ってて、悲壮感が漂ってるという表現をね、安倍監督はされてましたけども、やはり、まあその悲壮感までは漂わせてはいけないと思うんですが、やはり失敗して、ああ、なんで失敗したんだろうとか、次うまくいくためにはどうしたらいいんだろうとかいう、まあ、マイナスの感情というか、ちょっとまあ自分を振り返ったりとか、まあ落ち着いた形で、ちょっと、分析するっていうのは、必要だと思うんです。で、ただ、ポジティブにずっと、いけるいける、よっしゃよっしゃ、みたいな、やってても、それもそれで、一辺倒すぎるというか、なんか難しい感じがありますと。で、ただ、マイナス寄りの選手というか、まあ、その、消極的というか、なんて言うんだろう。そうですよね。なんかこう、ここという時に開き直れない選手。別に門脇選手を、そういう選手だというふうに言ってるわけじゃないんですが、やはり、なんて言うんだろう。調子が悪いと思うんです、今、門脇選手ね。なんだけども、やはり、声出して、いろいろね、周りを見てますからね、そういったところも含めてやっていかないといけないかな、というふうには思うんですよね。で、じゃあ、僕が見てきた中でですね、成功してる選手とかってどういう性格なんかっていうところをお伝えすると、やっぱり、ポジティブな選手多いんですよね。楽観的な選手、どっちかっていうとね。うん。深く落ち込むようなことって、あんまりなくてですね、そういう選手って。例えば、坂本選手であったりとか、まあ、その、丸選手であったりとか、まあ、菅野選手であったりとか、まあ、いろんなね、選手とね、関わらせてもらったことはありますけども、やはりね、どこかその自分を俯瞰して見てるというか、まあこの辺にもう一人の自分がいて、なんかその、今自分がこう、例えば打てなかったりとか、打たれたりとかしてるときに、おい、頑張れやと。お前何をそんなにへこたれてんねんみたいな感じで、ちょっとね、一歩その自分を俯瞰して見るような、もう一人の自分みたいな人が、いる、性格の人が多いというかね。うん。で、切り替えがめちゃくちゃ早かったりとか、うん、なんかそのお話聞いたんですけど、なんか大勢投手かな、大勢投手ってまあクローザーで、まあすごく緊迫した展開でね投げることが多いと思うんですけども、まあその確かその日リリーフというかセーブを失敗したみたいなんですよ。確かその日試合に負けたみたいなんですね、ジャイアンツがね。その時に普通だったら普通の選手だ、波の選手であればね、なんかそのちょっとやってしまったけど、ちょっと周りの目もあるからちょっとこうなんていうの、悲しんでるふりじゃないけど、そういう、なんか、雰囲気を出すじゃないですか、やっぱり。だけども、大勢投手は、なんか普通に、なんか、なんていう、あっけらかんとしてるというか、なんていうの、なんかこう、全然その、自分のせいで負けたと思ってないような感じの態度の振る舞い。うん。それはちょっとまあ、語弊があるかもしれないですけど、その、なんていうんだろう。その、
それでなんか、なんて、陽気になんかこう、歌歌ってたりとか、なんかそんなんしてたらちょっと、さすがに、おい、お前ってなるかもしれないですけど、そこまではいかないんですけど、そういう、なんて言うんだろう、切り替えの速さですよね、それ。まあ、だって、野球って、プロ野球って、まあ、141年で4試合、3試合とかあって、まあ、ほぼ毎日あるじゃないですか。で、月曜日休みですけどね。その中で、やっぱり引きずってるようじゃ、きついと思うし、で、今期の阿部監督の采配とかも、例えばケラー投手が打たれた時に次の日にもう一回ね、打たれた打者に対して当てるように、登板させたりとか意外とそういう采配するじゃないですか。あれってなんでかっていうと、その切り替えるっていう意味もあるし、やっぱりこう長いシーズンでやられたまんま、そのなんて言うんだろう、次の対戦まで待ってると、やっぱりそのピッチャーの中とかバッターの中にも、あ、この人は僕は苦手なんだみたいな心ってやっぱ持っちゃうんですよね。だから阿部監督ってそれやっぱり現役時代で多分おそらく自らというか自分も持たれてたと思うんで、だからその采配とかでもそういう風にわざともう一回当てたりとかするんじゃないかなというふうに思います。だからまあ結局何が言いたいかっていうと、まあ多分ですけど、何にしてもマイナスなやつはダメっていうこと、なんかそのマイナスというか、その分析する、俯瞰するみたいなところは大事だと思うんですけど、やっぱりいつまでも引きずってたりとかくよくよしてたりとか、そういう風にしてるのはあんまり良くないかなというのもし、よくなんか阿部監督の言葉かな、なんかその日まで、そのだから12時、このあれじゃないですか、時計が12時この、ま、回ったらもう忘れるみたいな、もう切り替えるっていうところを、まあ、徹底してて、原監督かな、なんか床に着く時にはもう忘れるみたいな、なんかこうなんか言ってらっしゃったんですけど、やっぱそういう、なんかその、大谷選手とか、まあ、もう多分おそらくそうだと思うんですけど、まあその、切り替えというか、そもそもなんて言うんだろう、ちょっと一歩、次元の高い自分がいて、その自分が、アドバイスするならどういう風なアドバイスをするか、みたいなところで、考えてらっしゃるのかなというふうに思うので、やはりね、まあ悲壮感が漂ってるとか、まあいろいろね、昨日買ったんですけど、怒ってらっしゃったんでね、まあこういう動画というか、まあちょっとね、今日はもしかしたら皆さん興味ないと思うんですけど、なんか普通にこれって野球だけじゃなくて、その皆さんもね、いろいろ仕事されたりとか、いろいろ僕もね、今ちなみにこれアメリカでね、全部英語で、僕なんか英語全く喋れないですけど、やっぱりそこでなんか悲観的になってたりとか悲壮感漂ってるやつってやっぱダメじゃないですか。だから喋れないですよ。僕全然喋れないけど、こうやって歩いてるね、人いるじゃないですか。うん。だからそういう人に声かけたりとか、僕が泊まってるホテルのね、人とかにわざとこう、喋りかけたりとかね、そういった風に、やっぱりポジティブ、特に、なんか海外来て思いましたけども、なんか海外の人、特にアメリカって結構多国籍というか、いろんな国の人いるんですけど、やっぱり自分に自信持ってる人って結構多いなっていう風に思うので、日本人よりもね。そういったところで、別にその日本人が悪いとか、科学選手が悪いとか言ってるわけじゃないけども、やはりそういう野球選手というところも、メンタリティというかね、考え方一つですごく飛躍したり、もしかしたらうまくいかなかったりとかすることもね、あると思うので、結局能力ってそこまで僕は変わらないと思ってるんで、大谷選手とかでもすごいですけど、やっぱりこう地道にトレーニングされてて、こう、ね、上手くなってたっていうのがあるし、同じ人間が僕はやってると思うので、そんなにめちゃくちゃ大差ってつかないと思うんですよね。まあつくけどそのなんていうんだろう、もうこいつなんなんみたいな、宇宙人やろみたいな、そこまでは僕は、まあ大谷選手そうですけど、そういうふうに思ってるんですね僕。だから、まあ、皆さんもね、まあ、ちょっとこの今日の動画はマジでクソみたいな動画かもしれんけど、ちょっとね、そういったところを意識しながらというか、野球見るときもそうですし、自身のね、ご自身の、まあ、仕事であったりとか、プライベートであったりとか、まあ、いろんなね、日々、辛いこともあると思うんですけど、そういったところをね、意識しながら、僕もね、ちょっとアメリカで、今これ、まあ、全く関係ない話なんですけど、これ、世界的な企業、Airbnb の本社の目の前なんですけど、これ。まあ、ほんまにそんなことはどうでもいいと思うんですけど、まあ、そういったところで僕もね、挑戦をしていきたいと思うし、ジャイアンツの選手も、僕も毎日見てますし、頑張ってもらいたいですし、皆さんもね、見てる皆さんも、
日々ね、挑戦をされていると思うので、そういったプラス思考というかね、振り返るときは振り返るけども、引きずらないっていうところを意識して、頑張っていってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日はちょっとね、テイストの違う動画になりましたけども、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。